それでは最後に番組をご覧の皆さんに一言お願いします。岩手こっちゃこいテレビをご覧の皆さん、ご機嫌いかがですか。女優の鈴鹿ひろみです。映画猫に育てられた犬、実話を元にした感動的なストーリーです。女の子よ、ね、赤ちゃん産めるからね。これでいいですよ、かわいいもん。エアロです。うちのエアロ、言葉が通じないから遊んでほしいのか怒ってんのか分かんなくって、全然けどすんごい可愛い。いつもどうやってエアロちゃんとは過ごしてるんですか。噛んでくるんでこうやって倒して抑え込むとか言ってこの前泣きが入ってエアロがキャーとか言って。何やったんですか。いや普通にあの抑え込んでパーンと倒してパーンと抑え込んだらなんか死んだふりとかするもん。今回は主人公の母親を演じたわけですが演技じゃなくて泣いちゃいました。猫の気持ちも犬の気持ちも分かるんです。お座りは。エアロちゃん、ほらエアロ、真帆ちゃんが呼んでるよ。エアロ、するとようやく。おお。おお。おお。せは。せ。せ。エロせ。犬に育てられた猫。ん？じゃない。あ。猫に育てられた猫。あ。人に育てられた。カット。天野さん。はい。座って食べなさい。うわー、幸せ。この瞬間飲みの頼みなさい。ありがとうございます。私はガッパ。じゃあほら、もたえび食べたい。食べたいです、もたえび。でもわさびねきでお願いします。わかりました。前わさびありでいいです。はい、わかりました。すごい、こんな大きいエビだよ。めっちゃうまそう。ちょっと甘くて美味しいです。ありがとうございます。じじじ。